連日の疲れと美味しい日本酒で二日酔いの朝散歩だよ。だから GoPro の手ブレ補正を持ってしてもブレブレなんですね。こっちまで寄ってきます。いくら十和田湖観光したいけど予定がカツカツだからといって朝6時前の散歩は無茶じゃないですか。お腹が空いてダメです。君は24時間そんな状態じゃないですか。今日はいい天気だな。綺麗な秋晴れですがきっと降るんですよね。雨のデバフをかけられてますからね。積んだもん。時間はそれなりにあるし適当にブラブラするよ。時間配分大丈夫ですか？ちょっとコンビニ寄りましょう。とてもコンビニがあるようには思えませんが。秋田県が近いね。後楽館も行ってみたいですね。国の重要文化財にもなってる芝居小屋だそうですよ。十和田湖といえば乙女の像は聞いたことがありますね。乙女の像ソフトクリームありますかね。湖といえば大体像が立ってるイメージですね。青森県が満身創痍だな。謙虚な県民性が出てるんですよ。そういうことにしておきましょう。随分と県境でのんびりしてますが早く十和田湖行きましょうよ。そして早朝飯です。一日何食食べるつもりです？道が迷路みたいに分岐してるし携帯の電波が弱くてマップが機能しないから勘で歩くよ。言い訳おつ。環境省のモニュメントがあるのでこっちで正しいはずです。平和全部ください。キングクルールかな。スーパードンキーコングのボスな。こういう動画ですべき例えではないですね。二日酔いのせいで足取りが重いですね。 GoPro と軽いコンデジだけの軽装なのに。おっと廃墟の気配が。おまわりさんこいつです。廃墟は飯の香りがしないのでダメです。国民宿舎の廃墟は珍しいですね。2011年に閉館したらしいから震災の影響もあるのかもね。意外と大規模だったみたいですね。国民宿舎は厚生省管轄のお宿ですから。素敵な景観で安価に宿泊できる国民の味方ですよ。あんまり宿からの景色が良さそうな感じはしませんけどね。景色よりも飯です。13年も経てばだいぶ自然に帰っていくね。外観は綺麗ですけどね。泊まってみたかったですね。本当にそう思ってます？急に曲がるってことは飯ですか？トイレじゃないですか？違うよ、全然違うよ。いつまでそのネタ使うんですか？マーク・パンサー氏がその発言をしたのは2007年ですって。もう許してやれよ。あ、郵便局がありますよ。手紙を食べたらもはやヤギですよ。ここで旅の絵はがきを送れるね。迷惑だな。ちょっと観光地っぽい雰囲気になってきましたね。全然湖の気配がしませんけどね。画面が止まりましたよ。まさかこんなところにあるとはな。なんだ自販機かよ。左のキリンビール自販機は千円札対応で見ての通りビール瓶を販売できるハイテク機だね。新ロゴの三洋電機製でボタン形状や丸みを帯びたデザインは80年代末の製造と見て間違いないね。右側の雪印自販機は90年代中期の12セレの高性能機で残ってるのが奇跡の筐体だね。名盤が消えてるけど多分久保田製の筐体じゃないかなって思うよ。クソどうでもいい。最近ようやく自販機絡みのトラブルを忘れることができたらしいですから。解決ではなく諦めたのか。はい、自販機ではお腹が膨れません。ずんだみたいに入院すればいいのでは？生まれて初めて救急車に乗って緊急手術になったけどあと数日遅れてたら半身不随だったっぽいね。そっちの方が動画としては盛り上がりますよ。そんなことはどうでもいいですがようやく十和田湖が見えてきましたね。どうでもいいのか。十和田湖食堂も見えてきました。まだ朝の6時ですよ。きりたんぽとひめます料理ってのがいいよね。きりたんぽって結構ご飯ですよね。ため息が出るぐらいの空模様ですね。シャッターを叩いても飯が出てきません。夜中にドアを叩いて薬を売ってもらうなんてドラえもんの世界ですよ。今の時代それやると警察沙汰ですね。なんか大々的に壊してるね。オリンピックとインバウンドの関係で結構積極的に解体してるみたいですよね。観光地としてはいいことですけどずんださんとしては複雑な気持ちなようで。くしくもレトロブームが来てるのがまた痛しかゆしなんですよね。レトロよりも飯です。まあ古いものを残すってのも莫大なお金と労力がかかるんですよ。にしてもこの辺り廃墟だらけだな。空き地も解体した後でしょうし割と大規模な再開発みたいになってますよね。サティーでもできるのかな。おじいさんもサティーはないのよ。わーなーマイカルシネマズ。
あ、飯の香りがしてきました。ずいぶんと大きな食堂ですね。ホテルは団体客を受け入れられるような大型ホテルから淘汰されていったけど、こういうところの食堂は意外と逆なんだよね。社員旅行がなくなった代わりに修学旅行とかバス旅行の需要はありますからね。ちょっとステーキさえ行ってきます。十和田湖はステーキなんですね。通年営業って表記がされてるあたりが雪国って感じですよね。さっきの廃墟通りと比べてこのあたりはだいぶ賑やかですね。昼間は賑やかだろうね。神田川ラーメンくらはい、なんか美味しそうなラーメン出てきそうですね。鉄人のお店じゃないとは思いますが。やっと待望の十和田湖湖畔にたどり着きましたね。静かな湖畔とはまさにこのことですね。静かすぎて格好すらいないけどね。水面の反射具合とかめちゃくちゃいいじゃないですか。ずんださんはよく湖に行きますが、ここは相当ポイント高そうですね。 10% 還元ってやつだな。そのポイントの例えが分かりづらいんですよ。この天気で観光できるのは奇跡ですね。だいたい霧で何も見えねえってのがデフォですからね。遊覧船とか乗ってみたいけど一人だと浮くよね。今さらそんなこと気にしてたんですか。とりあえずずっと湖見ちゃいますよね。これ目当てで来たので当然といえば当然ですが、お腹が空いてもうダメです。湖の水飲み放題ですよ。やめてね。弱くて強い植物って哲学的な表現ですね。強くてニューゲームみたいだよね。全然違うと思います。湖に飽きて内陸に行っちゃいますか。キノコだ。自生してるキノコは美味しそうでも絶対に食べちゃダメですよ。そもそも生のキノコは売ってるキノコでも大抵毒だよ。学生時代ずっとマクロ撮影してたせいでこういうの好きですよね。学生時代にこのコンデジあったらよかったのにな。これはキノコなんですか。土栗だと思いますけど、この状態だとあんまり美味しくないみたいですよ。味見させてください。おい、やめろ。走行してる間に乙女の像が見えてきたよ。あんなに看板を出すぐらいなのでどんな像かと思いましたが、普通に駅前に置いてあるレベルですね。いくらなんでも失礼ですよ。湖のモニュメントは基本的にがっかり名所ですよ。乙女、どう見ても乙女ですよ。素敵な乙女だな。それは相当と和田湖の透明度の高さには驚きですね。波もありますし綺麗な海みたいですね。それにしても静かすぎますね。静かな湖はお腹が空きます。さて今回はこの辺りで終了ですか。しばらく更新空いちゃったし、バタバタしてたからね。そのバタバタの結果が緊急手術になったと。ブリは禁物ですね。ただ軟弱なだけですよ。左足麻痺してるんだよな。そんなことはどうでもいいです。今回はここまでですね。ご視聴ありがとうございます。次回もまた見てくださいね。まだまだ続くよ。楽しみに待っててね。またね。